で今ねどこにいるかというとね、ペルーのマチュピチュにいます。マチュピチュというところでクスコから今日移動してきました。まあ3泊することにしました。で、その中でまあ日帰りで行く人もいるだろうし、1泊とか2泊の人もいると思うんだけど、3泊してね、いやここは確かに町の範囲としては狭いし、遺跡だけ行くのであれば町と遺跡だけだったら2泊で十分かなって感じがするんだけど、だけどこの雰囲気を見てしまうと最低1週間いたいなって感じがします。ここで埋没してしまって仙人になってしまうんじゃないかなって。だからすごく雰囲気がいい、マイナス4がものすごく出ているということで、もう山に囲まれて川がで、ちょうどいいこの町の村で、大きさ本当に数百メーターの範囲で町が形成されています。でその中で、まあ、多くの飲食店があり、一つの方に集中していて、ここが今アルマス広場という広場なんだけど、ここを中心に、まあ、周辺に広がっている感じなんだけど、前に見てるのがいわゆるその飲食店というとレストランの、ね、バーとかがあります。カフェでここのところで食事してもいいし、で川沿いにもいくつもあるんで、そっちの方が行くといいかなと思いますけど、まあすごくねいいですね。めちゃめちゃいいっす。なんかもうここの見てください、この雲の感じ、これこれやばいね。さっきまで雲かかってなかったら急に雲がしたね。この桃源郷感がものすごいです、ね、すごいねこれ。やばいな、ここずっとここにいたくなっちゃうな本当に。仙人になりたいわ。仙人になるまでここにいようかなっていうね思っちゃいますけどね。でまあ、こんな感じで今、います、まあ、これ FDR のソニーの FDR の 4K のビデオカメラでね、 FDR の X100 で撮影してね、かなり高画質な 4K の画質で合わせていただければと思うんだけど、まあ、無編集でアップしてます。帰国した後にね、まあ、素晴らしい動画編集してアップさせていただきますので、海外だとなかなかそういった労力もあったりとか、持ってきてる持参してる PC のスペックなんかの影響もあってね、なかなかそれができないので、ちょっとご承知いただければと思います。山がすごいんですよ、これいかにも断崖絶壁って感じで、そっちのに川があるし、だからここの村のところだけ見るのもいい感じですね。まあ彼は手振ってますけどねなので、まあこういう感じでここのところ見ていただいて、ものすごくいい感じですね、はい。